北九州市立浅川中学校は、福岡県北九州市八幡西区にある北九州市立の中学校。道区の最西端に位置する中学校である。通称、浅川中、または、朝中。産業医科大学周辺が校区であり、学校創設当時から県内有数の進学校である、東畜高校への進学者が多く、そのため以前から文京地区である。 同校校区に移住する家族も多くいる。さらに、周辺の宅地開発が進み、いわゆる段階ジュニア世代が通学していた、開校当初から約20年弱にわたり、総クラス数30前後、生徒数1000人前後のマンモス校であった。近年、校区内を含む区域が北九州学術研究都市として開発されるなどしたこともあり、現在でも、 以前に比較すれば生徒数は減少したものの、少子化にも関かかわらず1学年7から9クラスあり、生徒数も最も少なかった時で750人強、2018年度、現在は約900人と、北九州市一番の学校である。登校創立前は、現校区は、北九州市立本庄中学校及び、北九州市立織尾中学校の校区であったが、 1978年の産業医科大学開学と前後して、本庄祭団地、三津貞大など周辺の宅地開発が進み、大学関係者や多くの従業員を抱えていた新日本製鉄及び関連企業の従業員を中心に、段階ジュニア世代の子供を持つ家族が多く住むようになったため、同地区の燃焼者人口が増加。1982年、 小学生人口の増加に対応して、北九州市立三津灘小学校が開校。その後、三津灘小学校と北九州市立浅川小学校の全校区、及び北九州市立伊勢ヶ丘小学校の校区の一部を校区として、1984年、当校が開校した。山の一部を切り崩して作られたため、開校当時は北側は山林であり、 校門も東側の福岡県道11号有望、引きの線に面する位置にあったが、その後周辺がさらに宅地開発されたため、現在は浅川学園台の住宅地の一角に位置する形になっている。学校教育目標学校経営方針重点、目標心豊かな生徒の育成より良き社会の構成員としての規範意識や決まりを守る態度の育成いじめや、 不登校の解決生徒の基礎学力の向上生徒指導、安全指導の充実用語教育、特別支援教育の理解と充実人生の問題解決学習としての進路指導地域や保護者に信頼される、開かれた学校校教育としての説明責任を果たす、学校危機管理意識をもって教育にあたる研究部を設け、道徳教育や学校評価、 総合的な学習の時間について調査、研究を行う1学期、2学期、3学期、福岡県、北九州市。ありがとうございます。